もし見るときに細めると見えるじゃないですか、うん、このブレ幅が小さくなっちゃう。なってる。さあ始まりました、オンデーズメガネ塾の永津です。この授業では目とメガネにまつわる素朴な疑問を科学的、物理学的、生物学的に解説する理系の方向けの授業です。まさくん、はい、はい、今日は何を知りたいんだい。今日はね、いつになったら永津先生がカンペなしでこれ呼べるようになるかなっていう。いや無理だと思うよ。この間ほら視力勉強しましたけど、うん、カンペの文字がねちっちゃいんですよ。今日裸眼できちゃって僕、うん、こう文字見るときに細めると見えるじゃないですか。これ何でかなって。じゃあ今日それしましょうか。お願いします。はい、お願いします。じゃあまずこれも前回もやったんだけど、はい、遠くがはっきり見えてる状態っていうのをおさらいしたいの。前から入ってきた光が網膜、はい、網膜で結合ですね。まあドンピシャでこう焦点を結んでる状態だから、はっきりした映像としてまあ映ってると。で今度は日本人アジア人に多い近視の状態、これが手前で結んでしまうと、うん、少しねぼやけた像として認識されると、うん、なので遠く見るときにちょっとこうぼやけちゃってるんではっきり見えない。次は度数が強い人っていう話をちょっとやったんだけれども、はい、網膜から離れてれば離れてるほど度数が強いっていう表現をしてたから、ね、こっちが度数が弱い人、こっちが度数が強い人になって、でさっきブレ具合もこのぐらいで済んでたのが今度このぐらいのブレ具合になっちゃうから遠くがよりボケちゃう。ここまでいいですよね。それ復習ですね、はい、ここまでやりました。そこまで、はい、じゃあ次いきましょう。まあこのぐらいの近視だったとしましょうか。そうすると網膜としてはこのぐらいのブレ具合があるっていうふうに、はい、まあ認識してもらうといいんですけれども、じゃあ目を細めるっていうのはどういうことをしてるかっていうと、入ってくるこの幅、これを意図的に狭めてるって思ってもらった方がいいかもしれないですね。この人近視は変わらないから焦点はここで結びます。つまり狭くなったからこのブレ幅が小さくなっちゃう。なってる。なので目を細めるとはっきり見える感じがするっていう説明。はあ。度数っていうのはここからここの距離だったからね、度数同じなのにここが幅が狭くなるからはっきり見える感じになるっていう。指とかでちっちゃい穴作ってこうやって見たりするとよく見えたりするっていうのがあるんですよ。例えばこれマスター禁止だからはっきり見えないと思うんですよね。見えないですね。見えないですね。じゃあちょっと指でなんかこうちっちゃい穴作ってこれ見てもらうと。指でちっちゃい穴、ちっちゃい穴作って。研修教法、うん、そう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 、2022から2023年度版を読めた。じゃあ目を細めたら見えるね、まあ、同じようにね、うん、目を細めたら見えます。あ、原理は一緒か。原理一緒。指でちっちゃい穴作ることによって取り込む光を絞ってるわけですよね。なるほど。で絞ることによって入射角が小さくなって、うん、この網膜で感じる部分としてブレの量として小さくなってる。これあれじゃねえじゃん、裸眼で、あれあの子ちょっと可愛いかなっていう時にこうやってやれば、そう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 、ちゃんと見える。間違いなく触手になりますねこれね。ありますね。でもこれだとパソコン打てないですね。じゃあ目を細めたら、うん、よく見えるっていうのは本当なんだ、うん、本当です。ただこれはその場しのぎというか、目を細めてる人相も悪いし疲れるし印象も悪いから、うん、見えづらいんだったら眼鏡かけてください。いや、目を細めたらよく見えるっていうのは、うんうんうん、本当だったという。本当だった。よくわかりました。わかりました ね。まあたださっきも言ったんですけど、メガネかけたら楽に遠く見れますので、まあぜひメガネを使っていただいた方がいいかなと思います。はい。はい。それでは今回はこの辺で、またねー。チャンネル登録よろしくね。